最近寒いね。ファンタジアで出会った彼女と初めてのクリスマスです。ありがとう。何それ、どうやって知り合ったか教えて。茶さん、スバちゃん、ありがとうございます。おめでとう。何で知り合うんだろうね。隣の席、マジか。隣の席でよく連絡先交換したね。引かないから正直に答えてほしいんだけどさ、ライブ見終わった後にさ、あの子可愛かったなって思ってたん。初対面の人と連絡先交換するのすごい。いや、連絡先は別に交換するでしょ。しないとバイバイだよ、そこで。そこでそれ以降連絡できなくなるのね。ファミレス直行？それはさ、それはでもなんか、いいね。それはすごいよ。それすごいわ。それでしょ？ライブ感動して感想を言いましょうよって言って、言ったんでしょ。牛丼にしとけよ、牛丼に。ちなみに、どこのファミマよ。あ、ファミマじゃなかった。どこのあれよ。そう、彼女はだから、叶えたんじゃないかもしれないからね、普通に。鏡さんとか、うずこがいっぱいいたから。叶えのソロコンって彼女を作ります。やめて、ソロコン、そういう目的で来るの。夢推しなんだ。え、君は誰推しなん？ちなみに。一応聞くけど。さすがにね。よかったよかったよかった。おめでとう。これで心から言える。おめでとう。幸せにしたれや。塾の先生が230勧められました。かなかの一目惚れでした。まあ多分だけど、頭はその良くなんないと思うけどね。見てても。僕の配信とかは特に。でも嬉しいよ。ありがとうね。頭良さそうな話した方がいい？敬意と井戸って知ってる？あれすごいよね。敬度と井戸か。終わったー。どう？受験受かりそう？日本初の、なにこれ？なにこれ？書士号線？あれの何県ですか？知らん。東京。本書士号線。何本書士号線って。すごい線。そうなんよ。じゃあ次、僕からも問題だし、二度とコメントできなくなる方法って知ってる？どういう行動を取ったら二度とコメントできなくなるか教えてあげようか。は？おー、別の取れた。だるすぎる。さすがに終わった。やめようかな。今日逃げようかな。ダークンタガに、せっかくできたのに。多分途中で失踪するね僕。アーク、あのね、素材集めがさ好きだったんだけどさ、ちょっと思ったよりも別ゲーすぎてさ、家建てようと思ってレース周回するゲームだったからさ、これはこれね、面白いと思うんだけど、ちょっと様子が違うよね。不自由さがちょっと足りないかもなって。どうなの？ジェネシスはさ、好評なの？そう、ファームが気持ちいいのよね。堂々バスケに乗って、で、キッチンを1万個くらい遊びに行く。あ、遊びに行くみたいなマップなんだ。みんなでミッションをクリアするのが楽しいマップなんだろうなっていうのを感じました。みんなでワイワイするには最高のマップじゃない？でも。あ、そっか、アークって本当は全部繋がってるんだもんね。そもそもゲームが。いいか、断念しても一旦。やめるわけじゃないけど、一旦撤退していいか。いや、楽しくないわけじゃないんだけど、なんかね、人とやるとか、やる動機がまたあった時にやろうかな。申し訳ないけど。こんなにちゃんと失踪するのは初めてかもしんないけど。逃げちゃうか。すまん、楽しみにしてくれてた人。なんか人とやろうとか、みんなでやろうよとか、の時にまたやると思う。